はい、どうもこんにちは、つついです。今回もご視聴本当にありがとうございます。今日も楽しくお絵かきをしていきましょう。今回のテーマがこちら、原稿スピードを上げる〇〇〇〇〇方式とは、何のこっちゃという感じですけれども、早速その答えがこちら、ダン、つまみ食い方式ですね。僕が適当に作った名前なので別にこの名称は全く覚えなくていいんですけども、連載なのでスピーディーに原稿を上げていく際のコツを今回はお話ししたいと思います。もちろん僕が普段こうしてるよってだけのことなんで、会う人会わない人はいると思うんですけどね。で、今回の下書きがポン、ほい、こちらです。今回はちょっとこういう漫画を描いていこうかなと思います。吹き出しとかセリフとか枠線とか今描いちゃってるんですけど、あとそれとですね、あともう一個、ほい、ポン、こういったちょっとした簡単なカットですね。今回はこの2点をですね、同時にペン入れをしていきたいと思います。じゃあ今回も気合い入れてお絵かきをしていきましょう。はい、それでは早速始めていきましょう。今回ですね、やっぱちょっと時間がかかってしまうので、全体的に3倍速ぐらいでお届けしたいと思います。今回のテーマ、つまみ食い方式なんですけれども、皆さんペン入れしてるとなんかちょっと絵に飽きてきちゃったりとか、なんか手疲れたなみたいな時ありますよね。そういう時、はい、こんな感じで、絵の途中でもパッとやめちゃって次の絵に行っちゃう。ちょうど文字通りつまみ食いをするような、あっち食べたりこっち食べたりするような要領で、描いていきます。この時ポイントになるのが、一つの絵を完全に完成させてから次の絵に行こうと思わないことですかね。今描きたいところだけ描く、この髪だけ描きたいな、顔だけ描きたいな、体だけ描きたいな、でこれ以上描くのちょっと面倒くさいなと思ったらすぐ諦めて、ほい、このように次の絵にどんどん移っていきます。ここで一つ単純な問題として、原稿作業が早い人とそうでない人の一番の違いとは何でしょうか。下書きの速さでしょうか、ペン入れの速度でしょうか。それももちろんあると思いますけども、僕は一番の速さの決め手になるのは迷いと飽きだと思っています。迷いは絵を描くときに、この線が正しいのかな、この構図が正しいのかな、この体のデッサンが正しいのかな、そういう時に迷っちゃうとどうしてもペンが止まっちゃうことはあると思います。で、この迷いに関して完全にコントロールするのは、やっぱりちょっと訓練が必要になってくるかなと思います。やっぱ経験と慣れと、たくさん描くことでだんだんその迷いが払拭されていくという感じだと思うんですけれども、それに反してこの飽きですね、飽きに関してはわりかしコントロールが効くものだと僕は思っています。髪が切り替わった。はい、ちょっと話題がそれましたが、このようにしてその描いてる絵だったり描いてる原稿用紙だったりをどんどんこう切り替えながら絵を描いていくっていうのは全てこの飽きのコントロールを目的としています。というのもですね、この果てしない、大変な絵をこれどんだけかかるんだよっていうような絵を描いてる時に、人ってちょっと現実逃避したくなっちゃうんですね。描いてるペンを休めて、ちょっとツイッター見たいなみたいな、 YouTube 見たいなみたいな、いうふうにちょっとこう邪念が襲うことが多いんですね。また戻ってきた。こうやってね、先ほど描き途中だった絵をまた途中から描き足して、でちょっとずつ完成に近づけていくと。はい、またちょっとそれましたけども、じゃあなんでその邪念が生まれちゃうかというと、一番今描きたいところを描けていないからだと思うんですね。でこのね、その可愛い女の子のこの表情を描きたいのに、まずこの難しい構図を描かなきゃいけないだとか、このポーズ描かなきゃいけない、めんどくさいな、ちょっと疲れちゃったな、休めようかなって、こう心がちょっとこう甘えちゃうと、ペンが止まって、どんどんその現実逃避がね、時間が増えていって、最終的に結果的にその原稿完成までの時間がどんどん伸びていってしまうということが多いんじゃないかなと思います。で、大事なのはですね、どんな時もペンを止めないことですね。どんな時もペンを動かし続けていく。飽きちゃったらもう次の別の絵を描いて、でインクを乾かしている間に別の原稿用紙の絵を描いて、でまたそのインクを乾かしている間に別の絵を描いて、で飽きちゃったらまた次の絵を描いて、
で次のコマ書いて、別のコマ書いてっていう風に、ちょっとずつちょっとずつ、まあ本当つまみ食いをするように、だんだん絵を完成に近づけていって、で気づいたらですね、もう原稿のほとんどが終わっているというのが原稿作業の理想形かなって思ってます。ちなみに僕は、まあ一日のペン入れノルマとして、まあ下書きからペン入れまでだいたい7ページをですね、やるようにしているんですけども、まあ、大体同じ要領で、まあ、下書きはガーッとやって、その後ペン入れ入ったら、もう本当にやりたいコマから、もう描きたい絵から、だん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 入れていって、で気づいたら、あ、終わってるっていう風に、大体作業をいつもしてますね。で、そうこうお話ししてるうちに、そうですね、まあ、割と、なんとなくまんべんなくペンが入ってきましたね。この全体的に、こう白紙の原稿がなくなっていく感じが個人的には好きですね。うわ、めっちゃこすっちゃった。そういうこともありますね。じゃあそろそろもうちょっと倍速かけて、スピーディーに見ていきましょう。じゃあスピードアップ。インクボタ落ちやっちゃいましたね。ちょっとインクが乾いてきちゃうと、その前にも言いましたけど、粘り気が出ちゃって、こういうことがたまにあるんですよね。こういう時も焦らずに、ティッシュをこうこよってあげて、ちょんちょんと、吸ってあげて、バッと取ると、まあこんな感じで、まあ応急措置できるんで、まあ後でこれはまたミスのでホワイトかけていきましょう。じゃあ先ほどミスったボタン落ちのとこですね、ここにミスのをかけていきましょう。はい、ちょんちょんちょんと、はい、こんな感じでなかったことになりました。はい、それではあらかたペン入れが終わったんでですね、集中線を引いていきます。アナログでやるときはですね、こうやって真ん中に画鋲をマスキングテープで固定して、こうやって描くことが多いですね。で、なるべくこのようにね、その効果線がその連続してコマで続くときは、まあ、なるべくそのコマごとに印象を変えてあげるようにすると、まあ、単調にならなくていいと思いますね。踏みののカットが一足先に、だいたい終わりましたね。はい、それでは消しゴムかけてベタをちょっと入れていきます。で今回はね、まあ、服のベタとかは、ちょっとやんないでおこうかなと。というのもですね、以前ちょっとコメントでご意見いただきまして、仕上げ作業の模様もちょっと動画にしてほしいというご意見いただきましたん で今回の原稿ですね、その次回の動画でデジタル仕上げバージョンをね、お送りできたらなと思っております。そうこうするうちに、こっちの原稿もだいたい終わりが見えてきたかな。はい、だいたいほぼ完成ですね。こんな感じで、あ、絶対映ない。今回もご視聴本当にありがとうございました。そんなわけでチャンネル登録者数1万2000名様突破、本当にありがとうございます。とっても元気をいただいてます。で今回こういう感じになりましたので、次回の動画ではこれに、仕上げ作業をしていきたいと思います。
で今ジャンプ連載中のアスミ編もよかったらよろしくね。 あともしよかったら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバイ。